アートをやるときっていうのは結構その既成概念にとらわれすぎずにちょっと脱線するとかちょっとエラーみたいなものそういうものに触れる必要があるんじゃないかなってそれで見えてくるものも結構あると思います。ことが飛び出てくるかちょっと分からない。芝生とブロックと鉄格子、影が半分。芝生は明るい場所と暗い場所が半々。中心に帯のように見える。右3分の1あたりに排水溝の柵蓋があって、それは濃い茶色です。暗めの灰色で交互に並んだタイルがあって、タイルの真ん中から右に穴が細長い金属の蓋。1個、2個、3個って3つに分けたら、3分の2が上に立った足でついて。まあそうですね。これ私もすっごい小さくしますすごい小さくしますイメージ湧きやすい言葉ありますね、やっぱブロッコリーさん誰かがその情報をくれてたりする、どこか特定するには特徴的なものがない、ね、その人が見たものは実はこれでした。あー